前回の点数表の説明に続いて負の計算2週目に入りますえまず基本はツモだったら20分スタートロンだったら30分スタート泣きだったら泣いたら20分スタート1の位がついたら全て10の位に切り上げる31なら40分41なら50分21なら30分ピンツも20分チートイ25分という例外がある。 ここから入ります。一言で言うと前回と一緒で、ピンフ以外の形なら全て負がつくということです。で、負がつく3パターンとして、手配、待ち、上がり、この3つで負が計算されます。この合計でですね。手配の負、待ちの負、上がりの負で負が決まります。まず1番手配 まず、最初に、泣いたら符が半分になるという説明をいきなりしてみます。泣いたら符が半分になります。チュンチャンパイ、あんこ、やおちゅう、あんこ、チュンチャン、あんかん、やおちゅう、あんかんの順で、4、8、16、32です。4、8、16、32。で、泣いたら符が半分です。ポン、2符。 ポン8分半16歩泣いたら歩が半分になります手配にあるあんこだったら481632泣いたら24816泣いたら歩が半分になります。あと ちゃんとが三元杯白髪中の場合は二歩がつきます。ちゃんと自がぜ、風場ぜの場合も二歩がつきます。まあ、ピンフがつかない形ですね。自分がとんちゃだったらピンフつかないんで二歩がつきます。自分がナンバーまたはナンちゃだったらこれがちゃんとだったらピンフつかないで二歩がつきます。よって、 あんこまたは泣いたら負が半分ちゃんとが三牌、自家ぜ風かぜの場合は二負がつきますこれが手配に付く負です2番待ちに付く負。一言で言うと両面以外は全て二負がつきます両面待ち以外は全て二負がつきますウッパーピン待ち。 この面待ちに対しては負がつきませんかんちゃん待ちに対しては負が二負つきますえー、とペンちゃん待ちペンちゃん待ちに対しても2負,2負,負がつきますえー、と短期 短期も二歩がつきます。シャンポン待ちは、えー、とポンと同じ扱いですね。積もったらあんこ扱い。ロンだったらポン扱い。チュンを積もってきたらあんこ扱いの8分。チュンでロンしたらポン扱いの4分。 パーピン積もってきたらあんこ扱いの4歩パーピンでロンしたらポン扱いの2歩ちょっとシャンポンだけは、まあ、ポ,ンとポンと同じ歩になります3番上がり上がりにつく歩これはロンは0歩積もは2歩これだけですよって あの積もった時点で積もの2歩と20歩スタートの2歩がついて22歩1の位切り上げで30歩になるんで積もったら基本全部30歩になりますただピン歩積もだけは20歩という例外そういう取り決めがあるまたはチートイはちょっと特殊な形なので25歩という例外があるばざっと 1周目のことをまたちょっと違った角度で説明しましたあとは役と点数を結びつけていくという反復作業実践作業になるんですがえっ、ー、と大体いいやってると役を言葉にすするだけで点数出てきます例えば皆さんもリーチドラえだったら 負を数えたりファン数を数えたりするんじゃなくてリーチドラ4は5本折れるんでマンガン8000とこう自然と出てくるようにメンピンツモは7等3とかピンツモドラドラは1326とかタンズモドラ1は10002000とか、えー、と自然と出てくるようになると思います今回は負の計算を ざっと説明しました。わからないことなどあれば、またコメントとかでいただけると嬉しいです。また次回に続きます。ありがとうございました。